ここが痛いそうです。痛いね。痛いんですけど、これアホラブルにくっついてますよね。あの肋骨についてます。肋骨が正しい位置にないと大腰筋が痛いんじゃないかなってことが考えられますね。で、腹部に外方に移動してるわけでね。そうすると僧帽筋とかね、あの肩甲挙筋とか両脛筋なんかが引っ張っちゃうわけだよね。で、正しい位置よりも外にずれてるということは、いつも慢性的にこういうふうにこう皮膚が、あの筋肉が引っ張られてる状態だから、この辺がいつも張っちゃってる。外側ね、ここも痛いです。あーっていうぐらい、ね、こっちは痛い、外なんでしょう、ね。それから前の大腿三角、大腿三角って鼠径部と、八筋と僧帽筋でしたっけ、ね、その大腿三角、ここが痛いはず、ね、こっちはそんなに痛くない。ね、大腿三角ね、大腿三角が痛ければ、あの下腹部も痛いはず、ね、上前腸骨棘の内側ね、上前腸骨棘の内側、ここが痛いはず。あー